全然予想と違って、打ち合いになったやつも厳しいなと思ったので、なんとか接戦でと思ったんですが、まあ、打線がですね、奮起してくれて、もう8点も取ってくれたので、ひなたもだいぶ楽になるかなと思うんですけど、相変わらずのランナーをいっぱい出してですね、ピンチを作りながら、打線を取られないときに新しい打球かなというふうに思います。昨日ですね、試合終わったところで、西田さん、当然、本当に厳しい試合で、どうしてこれとも分からない試合をたくさんに求められたので、今日投げるかどうかなと、破れかけて、ダチョウ並みの回復力だと言ってしまったら、本当にダチョウ並みの回復力ですから。はい、違うチームになると思うので、まあ、選抜でも頑張りたいな、制服を巻き起こしたいなというふうに思います。